我が家の出方に忍び込んでおりますが、当麻町ったらここから何キロあります？この2枚をご購入いただきました牧野さんにありがとうございます。どうも。2023年3月の30日になりました。むちゃくちゃいい天気でございますが、今日ねこれからちょっと本田くんがねうちに来られると、ポテトプランター見たいということで、連絡来ましたのでお待ちしているところでございます。ということで、あ、これはこれは弟子の本田くんではございませんか。どうもどうも、我が家の出方に忍び込んでおりますが、はい、あのお久しぶり、あ、許可得てます。はい、お久しぶりでございます。あ、弟子の本田くんでございます。孫ちゃんと遊んでばっかりいるんですけど、本当はねロータリーの歯変えなきゃダメなのに、俺の予定では3月の10日には終わってるはずだったから、ね、もう4月になるわね。これね、今日これから行くんですよ、あの日能の展示会に。お孫ちゃん連れて取材に、山下くんに頼んで買った販売時、じゃじゃーん、フレシキ販売時、これがちょうどいいらしいんで買ったのね。これね、うちにもあったんだけど販売時ね、これが調子いいみたい。でも販売時ロータリーヒラもあるんですか？うちはロータリーカルチか。なんかねこれで販売時とくと土が乾くから排水性がいいから調子いいという話だね。まだやったことないけど、今年はこういう予定でいるんですけど、もう箱から出してもいないからね何やってんだったらお孫ちゃんと遊んでんだよねあと動画の取材と編集とで、私の人生のお孫ちゃんと YouTube で 90% はもう使っちゃった。ごついっす。ごついんだね。これがなんか調子いいんだね。これゴムついてるね、これね。いい感じじゃないこれ。まあちょっと使ってみますわ、今年ね。どんな風になるか。いや本当に油圧上がるのか心配なんですよねトラクター買うまだなんて思ったらもう大赤字だよ。全然儲かってないよ、本当にやばいよ。金もないのにお孫ちゃんに貢いでるからね、何でも買っちゃうから。単価16,500円。小金の組合長さんだから本田くんは忙しいわ。総会始まると仕事がだんだんできなくなったり、いろんなことが多いから。ようやく組合長降りれますね。え、降りるの？降りないでしょ。いや降りないでしょ。総会でお前は誰だと言われるんです。俺総会行くから。したら本田くんが組合長になるように私あの電車道ベッド作っときますんで、まだいやいやしばらくやってもらった方がいいと思います。本当久々じゃない？本田くんでる、いつ以来だ？芋掘りの時。芋掘り以来の、わっしょいわっしょい、あ、ビビアンさんとこの前会いましたよ。もう久米ちゃんあれはご夫婦で行ってください。北海道ホテルでディナーショーをビビアンさんがやるっていうんですよ、うん、で料金は聞かなかったんだけど結構高いと思うんですけどディナーショーですからね。しかも北海道ホテルで料理付きですからね。あ、何ちゃんの芋30。うちの小麦よりはるかに多い。1200票運ばないけん。1200票ってよくわかんないですけど。芋天国です。芋天国だね全部自分で掘ってるもんね。あ、そうだね。4月の6日4時だっけ、北海小金生産組合の定期総会があるということで、北海小金の生産されてる方はぜひ出席していただきたいということで、意見をどんどん今からいっぱい考えてください。本田君がね困るぐらい散々質問していただいてですね、それでも組合長は次も本田君で行きたいという私の思いでございますんで、皆さんが許してくれるのならば、そうですね、もう絶対許すと思いますんでよろしくお願いしたいと思います。グリーンファーム社長本田くんでございました。ありがとうございました。お疲れ様です。本田くんの愛車のサンバーでございます。軽トラ界の名車でございますんで、はい、ということで北海小金生産組合組合長でもあり私の弟子の本田くんが久しぶりに我が家にやってきたということで記念の動画でございました。ありがとうございました。じゃ あの頑張ってください、はい、忙しいでしょうがお一人で仕事されてるんでね百兆一人でやれるかな普通ね。大したもんですよ。お互いワンオペなんで。まあお互いワンオペね。まあうちは少ないからね、50ですから。はい。ありがとうございます。どうも。本田くんが愛車のサンバーに乗って、ハイエースも愛車なんですけどね。このサンバーもまた本田くんの愛車でございます。はい、どうもお疲れ様でございました。ということでね、あの当麻町から小野さんが、当麻町ったらここから何キロあります？170丸中我が家にちょっとね所用があったということでね、はい、お立ち会いくださいましてありがとうございます。なんかお土産までいただいて。すいませんでした。これヤマトに、ヤマト噛むんじゃないよあんた、年寄りだけど噛むかもしれない。一口大豆ビーフいただく。デンスケスイカのピュアゼリー、当麻町の名物ですか。です。ああ、あとスイカせんべい。いやいやいや、それそれはもうどうもありがとうございました。わざわざね、私の写真展までね先日のお越しくださいましてありがとうございました。ありがたく頂戴いたします。ヤマト君これちょっとおやつもらったよ。おやつデンスケスイカ、これこれ、この犬ね噛みますからね、ちょっと気をつけてください。はい、ヤマト君の撮影をしていってください。ヤマト君人気者だあんた。はい、ヤマトあなたの餌まだもらったよ。
山田君よかったね。はい、ということで、はい、私のねこの大きな写真で、ね、3万円1枚するんですけど2枚も買っていただいた牧野さんでございます。どうもこんにちは。今回はありがとうございました。上見まで撮りに来ていただきました。水場所の写真はね、私の作品をこの大きな額に、作らせていただいたということで、今回どうもありがとうございました。新築される家に飾っていただくということで、このスペースまで作っていただいたそうで、ありがとうございました。どうもすみません。でちょっと中確認してみますか。これが1枚目の水場所の作品です。こんな感じです。よろしいですか。はい、すみません。そしたらこれと富士フイルムの東京の本社でプリントしてもらうんですよ。クリスタルプリントといって、特殊なんですけど綺麗なプリントが出来上がっております。あ、これです。このような作品です。これでよかったですか。大丈夫ですか。はい、これ名作でございます、私の。ということでこの2枚をご購入いただきました。ありがとうございます。どうも高価なもの買っていただきましてありがとうございました。私の儀でございます。重たいですね。はい、はい、どうもありがとうございました。どうも牧野さんお土産までいただいてね。あー、美味しそうなお菓子、有名ですよね、ミルクロードってね、阿久津のね。いただきました。すみません、いただきます。これも阿久津さんのあれですか。うわ、美味しそう。すいません、ありがとうございます。いやー、もうこんなにいただいちゃって本当申し訳ございませんでした。ありがとうございました。どうもすいません。阿久津さん美味しそうです。どうもありがとうございました。どうも、はい、気をつけて。はい、今回お買い上げありがとうございました。どうも牧野さんでした。お孫ちゃん、お孫ちゃん、服買うぞ服。どんなのがいいかにゃ。ちゃったちゃった、いろんな服あるじゃこれ。おじいじ服買っちゃる。なんでも何のため買うんだこれは。一世の誕生日か。誕生日はね、あの制服みたいなやつがいいね、おじいじはな。お孫ちゃんどれがいい、どれがいいですか。お孫ちゃん、あ、見して見して、これ。あ、これだ、もう決定。はい、これ買いましょう。下迷う。お孫ちゃんこれ買おう。なんか紹介紹介、おお、紹介紹介。うわ、似合うな、似合う似合う。あ、これ買おうでしょ。お孫ちゃんこれにしよう。ラルフローレンにしましょう。そうでしか。お孫ちゃん野球やる、野球。大谷君みたいになるか、これこれこれ。テニスやるか、バドミントン、サッカー。やばい、梅塗った。あ、ジャフだ、ジャフに運ばれちゃう。お孫ちゃんこれに興味ある。これはしご車。お孫ちゃん何食べたいですか。おやつ買ってきましょう。ゴルフ買っていくか。ちょっと早いかな、3歳以上だもんね。イエーイ。これ買ってくるんですか。孫ちゃんの食べ物だよ。あなた最近これ食べないもんね、こういうのね。出来合いの食事食べなくなりましたよね。グルメになってきたね、お孫ちゃんもね。いよいよお孫ちゃんもこれでシャンプーかい。あら、シナプシュのエプロンもあると。おじじっとお買い物、お孫ちゃんにいっぱい買ってあげますよ。お誕生日用の服も買いました。ありがとう。はい、お願いします。お孫ちゃん帰るよ。はい、赤ずきんさんですよ、お孫ちゃん。ご主人たち交代するみたいだよ。はい、お孫ちゃん手拭いて。お孫ちゃんこれ赤ずきんさんで水くれたぞ、ストロー付きで。はい、飲んでください。できる？あー、上手に飲めるね。マチルダのフライ来たぞ、お孫ちゃん。食べるか。まだ熱いか。マチルダ、マチルダ、マチルダベイビー。はい、どうぞ。マチルダ美味しいぞ。はい、おじい作ってないけどね。どうだ、おいちい。おいちいか。はい、どうぞ。おいちい、おいちいね。あー、おいしい。うん、はい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 。お孫ちゃん、マチルダ食いたい。はいはいはい、分かったから。はいはい、どうぞ。エビ丼の卵、これ。はい、エビとじ丼です。エビは食べれないけど、うん、ママのナポリタン美味しいですか。美味しい。おじいじはこの厚切りとんかつだ。はい、お孫ちゃんどうぞ、卵。はい、どうぞ。美味しいですか。あー、美味しい。美味しいの、美味しい。あー、美味しいか。あー、美味しい、美味しい、よかったね。美味しいね。かっこいいね、このおじいじのハンカチ。うん、どうだ、美味しいか。美味しいか。味美味しい。よかったよかった。はい、もう一口どうぞ。